不問寺は、大阪二拓樹市戸田町にある臨済宗明神寺派の寺院。この寺は、1390年節岩の解散により、創建されたと伝えられ、その後一旦は荒廃していたようである。しかし、永禄四年に元官僚、細川春元を隠居させるため城郭として築城され、出家してこの寺に陰性している。この頃の不門寺は、不門寺城と呼ばれ、 この時に中高したと思われている。官僚、春本や十四代将軍、足利義秀の居城となり、境内には東道伽藍が立ち並び、虚殺であったと伝えられる。春本没後の A69 年には、三好三人衆に擁立された足利義秀が入り、ここで宣言式を行い聖意大将軍に就任している。人間作石畳当初は、 節岩により県庁寺派として創建されたが、慶長9年に、明神寺派に移り、両安寺末寺となった。元奈3年に、死の後を継いだ、流慶聖戦が入山して、第九大十字となり、その後40年かけて、工場や書道を造営し、流星を誇ったと伝えられる。明暦元年には流慶が、民の構想、陰玄流期をこの寺に招き、陰玄は、 大爆宗総本山である万福寺を開くまでの約7年半をこの寺の十字として滞在している。因玄は万福寺の十字を3年間務めた後陰性しており、日本で十字として一番長く過ごしたのがここ、不問寺である。因玄が不問寺の十字となったことにより、不問寺はこの時に大爆宗へと改修しており、妙心寺と揉めることとなる。 不問自体在中は、寺街に出ることを禁じられ、また、寺内の改修も200人以内に制限されていたものの、ごみずのお上をはじめ各地から僧が集まり、仏殿、衝動、石庭などが整備され大いに栄えたという。人間が満腹自へと去った後は、大爆衆への改修をめぐって、病心寺内での対立もあり、漢文元年頃には流慶も自らが入山して、 再興した喜び随時へと移り、不問時は再び臨材修行新寺派に復帰し、両安寺の臨番所となり、千人十字が置かれることはなかった。再生時には三万平方メートルに及び、三和神社や本寺寺寺も境内であったが、明治時代の廃物毀釈で、寺地や書道を失い、昭和初期まで千人住職も置かれずに荒廃していたが、その後再興され、 昭和52年には、北条が国の重要文化財に、昭和56年には、庭園が名称の指定を受けている。また境内には、開名、竜のイン院ン前、右京長新月清忠大古寺と刻まれ、細川春元の墓と言われている、法京院塔が建っている。北条宝上、観音札落山のには観音札落,落山の、 庭阿武山を借景した地泉式枯れ山水庭園で、京都の妙蓮寺の僧であった玉淵坊の作とされる。京都の桂離宮、天の橋立てと同時期に作成されたと思われており、その石組みが組み込まれている。枯れ山水としては変わった様式になっている。地形は多少の起伏があり、低いところを、水面、やや小高いところを起し または島に見立て、要所に石を組み、石橋を課したまとまりの良い枯れ山水庭であり、玉淵坊の作風を知る上で貴重である。昭和56年に国の名称に指定されているが、平成12年に北条や三門、微車門堂、因縁禅寺作と伝えられる大爆式石畳、九門寺城の遺構と見られる土塁島も、 庭園の景観に関わるものとして追加指定されている。ドルヤート追記の時期は不明な点が多いが、一旦荒廃していた寺を細川春本が遊兵された前後に、芥川山城の市場として築城されたのではないかと言われている。規模に関しても現在の規模とは異なり、周辺の三和神社、本寺市寺、高月市立戸田小学校も、 城郭の一部だったようで最盛期には約3万平方メートルもあった。富田寺内絵図によると、北、西、南側に門が見受けられ、不問事情の周りには水堀を巡らし、南西側には筒一市という池がありこの池も堀の一部であったようで、ある。しかし、三輪神社が独立したり、戦後の農地解放等によって規模が6分の1にまで縮小した。 また昭和中高期頃までには大規模な堀や土塁が残っていたようであるが、現在は境内の北側に土塁跡がわずかに残っている程度である。細川春元の法教院等、ありがとうございます。